力強く握った右拳がすべてを物語っていた。オリックスの吉田規制投手が6月29日のロッテ戦、ゾゾマリンで移籍後初勝利を1球でマークした。3対3と同点の9回2し13塁で7番手を託された。打者はオギの、千田さよならのピンチで初級に選択したのは食い込むシュート。今季から取り組んでいた。 ひたま、だった。強い気持ちで内閣に投じて3ロに打ち取り、おたけびを上げた。9回に登板した5番手の鈴木博投手、6番手山田信義投手との3人で、一人はアウトリレーを完成させると、3番手で登板していた小田島清流投手が吉田をベンチ前まで迎えに来た。毎試合、優勝、してますよね、あの人は。 わら、とに年上の絶叫ルーキーに愛情を込めていじるお日々にも慣れてきた。サクオフに日本ハムからトレードでオリックスに移籍、新天地での躍動を支えているのは仲間の存在であることは間違いない。少しだけ投げた夜があるインナ150キロ当然のように投げますよね。決して悩みではない。 自分も、キャンプから中垣さんたちに教わっている取り組みがいい感じになってきた。少しでも貢献できるように頑張ります。6月25日のソフトバンク戦、京セラドームの2番手で登板すると、一死で迎えた佐藤の打席で151キロを計測。翌日、確認してみると、自己最速っすよ。と不敵な笑みを浮かべた。 6月は10試合に登板して防御率0.00。自信を持ってマウンドに上がっている。異連投した6月25、26日のソフトバンク戦では、日間のシュートも投じていた。まっすぐに見えてました。あれ、シュートです。その3日後、勝負の一球に選択できるまで自信が深まったのだった。 ここ最近ではワインドアップ投法もしっくりきていますと手応えを示している。練習中のキャッチボールで不都能利をよぎった言葉はなんでメジャーリーガーはみんなああいうフォームになるのかな。憧れの存在を追うため映像を何度も確認した。僕、スペンサー・ストライダー、ブレーブスっていう投手がめちゃくちゃ好きなんです。 体格があんまり大きい方ではないですけど、100マイルをずっと投げている。ベジャーでは珍しく、ずっと足を使って投げているタイプ。球が伸びるし、歩幅も広めで体重移動がすごくうまいんです。愛車に乗り込む顔が充実感に満ちてきた。もっともっと強いボールを投げたい。みんなに負けていられないです。 今年のオフはもっとどっしりできるように下半身を強化したい。走って、トレーニングして、まだまだですよ。すでにパンパンの太もも、お尻がパッチパチのズボン。努力は成果として報われる。